今日一日、まあ、調査した感想をそれぞれ、まあ、お一人ずつお伺いできたらと思います。やはり現場に来てみなくてはわからないことがたくさんありました。ちょっと雨にたたられたりしましたけれども、たくさんの情報を得ることができたと思っております。報告書を見ただけではなかなかわからない、それを現場で見て、こういうもんだということで、いろんなデータを積み合わせてこれから考えるべきだと思います。断層に関してもいろんな、構造を見学することは今日はできたんですけれども、実際しかし そういう一定の解釈が出されているんですが、そういう解釈では説明できないような部分というのも、実際にあるなというふうに感じたので、これからもう少しそういう必要な調査、こういうのがいるんじゃないかということについては提案していきたいなと思っています。私自身、大井原発に来るというのは初めてで、今まで書類でしかどういったものかというのを見ていなかったんですけれども、それが今回実際にどういうふうなものであるかということを見ることができたということは良かったと思います。で、1日という非常に短い時間しか取ることができなくて、かなり限られた情報しかないというふうなことで、どこまでその何ができるかというと結構難しいところもあるのかなというふうには思っているんですけれども、今日見た限りのことをもとに、できる範囲のことをやろうというふうに考えております。F6 の位置の含めてですね、少し修正が必要だなという、そんなような非常に具体的なものを見ることができたので、これからしっかり議論しようと思います。それと島崎さんにちょっとお伺いしたいのは、今後、活断層かどうかその判断するための装置として、追加調査を指示されるようになるのかなど、そのあたりを見通しをお伺いできたらと思います。自分で持ってないと非常にやりづらいんですが日曜日の日に、会合を開きまして、今回見てきたことについての評価をするという、そういう段取りになっております。その段階でもし必要であれば再調査ということが出てくるのも可能性の一つとして考えられると思います。共同通信の杉と申します。座って失礼します。渡辺先生に、お聞きしたいんですけれども、先ほどご指摘あったように、F6 破壊体の位置に設置が必要というご指摘あったと思うんですが、今日大場浜のトレンチをご覧になっていて、で関連は中間報告では F6 破壊体は見つからなかったというふうに、していると思うんですが、実際に現場トレンチを見られて解体は見つかったでしょうか。今までのバックチェックに現れていた関電さんが示していた F6 というのははっきりしたものは観察できなかったと思いますが、そうではない場所にはっきりした破砕体はあったと思います。別の場所というのは台場のトレンチの中に。そうです。では、各社からご質問ありましたら挙手をしていただいて、できましたらご所属お名前をおっしゃってください。すいません、産経新聞の浅山と申します。ちょっと確認なんですけども、渡辺先生にまたお伺いしたいと思います。トレンチの中で、そうでない場所に破砕体が発見されたということなんですが、これは F6 の破砕体がはっきりと分かったという
捉え方でよろしいでしょうか。すみません、ちょっと音がまるでよく聞こえなかったんです。すみません、破砕帯の場所というのが、違う場所で見つかったというふうに、はっきりと見つかったというふうにおっしゃったんですけども、それは F6 の破砕帯というのがはっきりと分かったというふうに捉えてよろしいでしょうか。ですから今まで関連の資料で示されていた F6 ではないわけです、位置的には。だけど、はっきりした破砕帯があって海成層を変異させていることは確認できたと思います。時代はよくまだ分かります。じゃあ F6 と捉えてよろしいですか。私はF6 の延長上で考えればいいと思います。ありがとうございます。はい、はい、ご所属とお名前を。共同通信の新聞です。渡辺です。今日見られた破砕帯ですけど、活動性についてはどういうご覧になりますか。地層の時代がまだよく分かりませんので、ここではっきり申し上げることできないわけですが、そんな100万年も前ではない海成層、海のたまった地層がそれでその断層で、ずれていた、変異したということは間違いないと思っています。火山灰が見つかっていると思うんですけれども、その活断層の可能性があるということになりますか。今のところはまだ否定できないという段階で、はっきりはちょっと申し上げられません。では、こちらで申し上げます。福井新聞の担当の島崎先生に伺いたいけど、活断層の年代定義についてですが、先般先生は40万年前という資料を示されたと思いますけど、今回の調査は規定委員会としてどういう年代定義で評価をするのかを説明していただきます。基本的には今新しい規則を制定しようとしている段階ですので、そのことを踏まえた上で総合的に判断したいと、このように考えています。その定義も含めた形で議論をしようという、結局今取られていることはなぜ何かというと、どのような安全性があるのかということが根本的な問いであって、その何万年という数字がどうかこうか、定義がどうかこうかということではないわけですね。一番重要なのはこの大井原発の安全性であって、それをしかと踏まえた上で基本に立ち返って議論をするというのが我々の立場です。はい、ありがとうございました。では、こちらのお手柄、すみません、ご所属と。日経新聞の鈴木と申します。島崎院長代表にお伺いします。今安全性というお話が出ましたけども、会長、安全性を担保できないという判断になった場合の規制委員会としての判断をどうされるかというのを改めて。それはすでに委員長が何回も申し上げている通りですから、私は繰り返しません。すいません、はい、すいません、はい、どうぞ。福井放送の町といいます。F6 の破砕帯のが完全に確認された場所もご覧になられたと思いますが、実際に島崎院長がご覧になってどのような印象を持たれましたか。情報が足りないと思われましたか、それとも活断層かもなと思われたのか、その辺の心象をお伺わせください。心象は、実際議論になりますので、日曜日に皆さんに私の判断をお伝えしたいと、このように考えています。情報は十分に得られたとお考えですか。それも含めてですね。はい、はい、おはようございます。加藤電車、どうぞ。お手柄と、はい、見ました。アイラの添田と言います。これまでもそうでしたけど、電車会社が調査した後に規制当局が見に行くんじゃなくて、もっと調査の計画とかデザインの段階で規制委員会が注文を出した方がスッキリするんじゃないかと思うんですけど、しまいせんどうですか。そういう意味では ある意味限られた資料について我々は現在判断をしようとしておりますが、もちろんそれで足りないということになれば、追加調査、それをこちらで、このような形でという形の追加調査を求めるという可能性ももちろん選択肢の一つであって、それは日曜日我々がどのような議論を展開するかによって
決まることです。はい、あとでは2人手当てをお願いします。NHK の阿部と申します。山頂付近のトレンチ調査で、粘土のようなものが見つかったというお話をお聞きしたんですけれども、実際そういうものがあったのかどうかと、それがその断層活動によるものと見られるかどうか、その点について、皆さん意見をお願いいたします。どちらもイエスだと思いますが、はい、確かにあるといえばあるんで、幅も場所によりで違ってくるし、まあ、これ断層っていうのは、まあ、岩石できてから何億年、そういう長い年月の間にはできた。だからそのある年代を限れるかどうかということだと思いますね。最新活動時期がいつなのか、最も新しい時期どの程度動いているか、その辺はまだこれから資料寄せ集めて考えるべきだと思いますね。はい、山頂のトレンチで出たものは断層であることは間違いないと思っています。ただそれがいつ動いたのかとか、どう連続するかということについては、もう少し僕自身は調べる必要があるんじゃないかと思っています。山頂で出てきたものは、まあ、明らかにそれは断層であって、まあ、粘土も確認しているというのもそれも事実です。で、まあ、ただその辺どういう粘土鉱物が入っているのかとか、そういったことを見て今後総合的に判断していくべきことだと考えております。はい、断層運動でできた粘土を確認しました。以上です。はい、ちょっと時間を押してもらいますので、1回の質問でお願いしたいと思います。朝日新聞の古谷と申します。島崎先生をおそらく5人の方にお聞きしたいんですけども、今日の現地調査の中で、活断層の疑いがあるということをですね、これまでの見解よりも強くお持ちになったのかどうか、これについて、順にお答えしたいと思います。現時点ではちょっとその直接の答えできないですね。まあ新しい地層というのも年代をこう言わなきゃいけないんです。今日時点で上部の方へ覆ってる地層ではそういう切れてるようなのはなかったけれども、下部の方にはそれがあったんで、その辺の年代感もうちょっとこれから詰めなきゃいけないと思います。はい、地層を変異させるような構造自体は認めてますので、まあ、その時代がいつなのかってことによって、それが活とか活じゃないとかっていう話になると思いますので、やっぱりその結果が出ないとその活断層とか危ないとかそういうことは分からないと思いますが、地層を変異させる構造はだというふうに考えています。今日 F6 って、まあ、問題になっている断層の路頭はいくつか見させているんですけれども、そこの中ではっきりとその、地層を切っていると思われたところというのはほとんどなかったし、あるいはボーリングといっても結局は基盤の中の構造を見ているというふうなことなので、すぐに判断できるということではなくて、今日集めたデータで総合的に判断するしかないかなというふうに考えています。今までと比較してということでしたら、確実に地層を切っているのを確認しましたので、そういう意味ではレベルが上がったと思っています。はい、ありがとうございました。では公共交通機関使わなければなりませんので、こちらで申し訳ありません。4日で結論が出せるかどうか、4日で結論が出せるかどうかです。それは分かりません。はい、どうもありがとうございました。東京地方に来てもらわなければなりませんので、ご